こんにちは、新種読書会の宮沢です。今日は、フランス革命の公安委員会の説明をしたいと思います。これはウィキペディアに詳しく書いてあるんで、そのまま読み上げていきます。よくね、モンターニュ派独裁とかね、恐怖政治っていうことを、言われるんですけども、中身を知らない方が多いと思うんで、参考までにご説明したいと思います。じゃあ、ウィキペディアの方読み上げていきます。ウィキペディアの情報なんで正しいのかどうかって問題がありますけども、これは概ね私、すごい詳しく書いてあって正しいと思います。専門書読んで、確認していただければと思います。公安委員会、コミッテ、で、サリュ・ピュブリックは、革命期のフランスに1793年4月7日から1795年11月4日まで存在した統治機構で、途中1794年4月27日までは事実上の革命政府。会議場はチュルリー宮殿に隣接するフロール館、ファビオン・ド・フロールであった。自由の確立のためには暴力が必要であるとして、自由の宣誓のために作られ、元は祖国の危機から脱するための臨時的な独裁機構であったが、次第に国民公会の最も重要な機関となり、恐怖政治を運営して革命を推進したということです。王政、8月10日事件以降8月10日事件以降かどうか4月10日事件以降じゃないな。モンターニュ派が権力を握ってですよ。公安委員会っていうのができたんですね。対外戦争やってたんですね。で、対外戦争をやりながら、8月10日事件というのは1792年8月10日だから、その翌年か、年明けぐらいから、公安委員会っていうのが革命政府になってくるんですね。恐ろしいのはね、自由の確立のために暴力が必要であるということですね。自由は大切なんですけども、自由のために暴力が必要だって、これ思想が出てきちゃったんですね。ここまではルソーも考えてなかったんですけども、自分自身が自由であると契約と、国家に対する契約っていう二重の契約からできてるって、今、社会契約論を説明しますけども、自分自身が自由であるために、暴力を使ってもいいんじゃないかって話なんですね。だから日本のリベラルも、暴力的なんですよね、基本的にね。リベラルっていうのは暴力を正当化するところがありまして、それは、古くはっていうか、戦前の共産党とかね、弾圧されましたけども、弾圧されるっていうのは暴力革命を意図してるからですね、ほっとくと危ないと、それはずっとあるんですね。革命勢力っていうのは必ず暴力を使いますから、で、自由のために暴力を使うと自由が先制すると、自由による独裁ってことですね。そのためには暴力を辞さないってことを言い出すんですね。だからルソーは危ねえやつだと思われてるんですね。私も、社会契約論、いいこと書いたんですよ。で、いいことが書いたって正しい正義が書いてありますよ。ただ正義が暴力の手段によってなされると、これとんでもないことになっていくわけですね。革命っていうのは必ず暴力を伴うんですけども、その最たるもんが公安委員会ってことですね。恐怖政治をやり出すということです。議会の中の委員会だったんですね。だけども、臨時的な独裁機構だったんだけども、なぜ独裁やってたかというと、祖国の危機やったんですね。どういうことかというと、戦争をやってたんですね。反革命勢力が外国から攻めてくると。亡命貴族が、オーストリアとね、とかプロシアの王国の支援を受けて、国内でテロを起こしたり、あるいは対外戦争や、大仏大同盟って形で、フランスを取り囲んでですよ、王政の国々が、攻撃してくるってことがあったわけですね。で、そこで、
自由を守るために公安委員会が統治機構として成り立ったということですね。ということです。まあ、テルミドール9日のクーデターでロベスピエールが失脚するまで、1年ほど、1年ってことないのに、1年半ぐらい続いたってことですね。で、続きです。概要。公共の安全、サリューピュブリックは、個々の安全よりも常に優先される。人民全体に関わる全てを案ずることを意味したため、人民主権の名のもとに行使の制限はなく、あらゆる行為は正当化できた。この観念が人民独裁の基盤であったということです。まあ、公共の安全という名のもとにあらゆる行為が正当化されると、まあ、革命を成し遂げるということですね。人民主権でやってますから、人民主権の革命を続けるために暴力が正当化されると。で、公共の安全という名のもとに暴力が、正当化されるってことになってきます。まあ、具体的には革命裁判所がかけてギロチンで、疑わしい者をどんどん殺していくってことですね。まあ、ディケンズの二と物語を読めば、そのことは詳しく書いてありますけども、いかにひどい裁判で、まあ、チャールズ・ダーネもそれで、シドニー、チャールズ・ダーネもシドニー・カートンがチャールズ・ダーネの代わりになって、殺されちゃいますけども、そうですね。歴史学者マチエによれば、フランス革命に成立した革命制度のほとんどが全期間において絶えず独裁であったが、公安委員会はその際であるもので、対外戦争と内戦による危機に迅速に対応するための独裁機構として整備されていった常任委員会の一つである。これは国民公会内の機関で、公会議員で構成され、定期的な公会への報告義務があった。大臣は別にいたが、事実上政府であったため、その成立からテルミドール9日のクーデターまでの期間を公安委員会政府と呼ぶということです。大臣はいたんですね。まあ、内閣はあったんですけども、まあ、形だけになってたと。で、公安委員会っていうところで、ほぼ政府の機能を行ってたということですね。まあ、ロベスピエールが一人でやってたわけじゃないです。合議制だったんですけどね。まあ、そのことは後で出てきますけども。審議は常に非公開とされ、非常に閉鎖的な組織であった。執行権の対象は全てのことに及び、緊急時には臨時立法や超法規的な行政命令を行使できたが、警察権や司法権を持たず、財政にも関与できないなど、報告義務以外にもいくつか制限があり、命令書が発行するには少なくとも公安委員の3分の2以上が参加する行政会議で委員の過半数の署名が必要だった。このために公安委員会は国のを組織する委員会独裁ではあったが、よく言われるようなロビスピエール個人独裁というのは間違いで、独裁の実態は少数の合議制または過当制であった。各分野は部門、複数の部門、部局、後に内部の各執行委員会に細分化されており、公安委員は各々に管轄が決められていて、委員会内の権力は分割されて一人に権限を集中することはなかった。公安委員会全体としては、実際的には、通常の国家の内閣の性格を持っていたということです。よくロベスピエールが独裁してたって言われるんですけど、それは間違いなんですね。ロベスピエールはある一部の権力しか持ってないんですよ。で、軍事に関する権力はカルノーが持ってたんですね。カルノーっていう軍人がいたんですね。というふうになってます。で、まあ、一応合議制なんですね。必ず、行政会議の委員の3分の1以上が出席する中で過半数がないと命令書は発行できなかったんで、一応法的な手続きは踏んでるんですね。これ、ロベスピエールってのはすごい、まあ、弁護士上がりですから、一応デュープロセスは形はやるんですね。だから革命裁判とは一方的な裁判なんですけど、一応裁判なんですね。ルイ16世だってただギロチンにかけたわけじゃなくて、ちゃんと国民公会で、投票してギロチンにかかってますから、一応ちゃんと後で文句言われないようにやるんですよ。フランス人は、フランス人っていうか、まあ、
フランス人の革命の時だと、みんながその恐怖に駆られてなんかやってたと思うんですけど、一応全部、手続きは踏んでるんですよ。正当性というのは手続きによって担保されますから、ちゃんと手続き踏んでるんですね。手続きです。また公安委員会は、街頭の襲撃から身を守るほどの武力も持たなかった。初期の革命の担い手であった能動的市民とは続々と義勇兵などで出征して、首都にパリには不在で、国民衛兵隊はパリコミューンの直接指揮下にあり、その48セクションは支持党派によって態度が異なった。サンキュロット武装民兵に日当を払って制度化しようとした革命軍も主に極左勢力に支配されており、公安委員会直属の暴力装置はほぼ存在しなかった。サンジュストがまさしく指摘したように、現実にはロベスピエールは軍隊も財政も行政当局も掌握していなかったのであり、そもそも制度上独裁者が君臨する余地はなかったのであるということですね。ここら辺がみんな知らないですね。ロベスピエールはすげえ恐ろしい独裁者で、警察とか軍隊とか掌握してたと、まあよく言う人がいるんですけども、まあ大体フランス革命のことなんて細かく調べてる人なんかほとんどいないんで、なんかロベスピエールはすげえ悪いやつだみたいに、まあ大体言ってる人いますよね。まあよく知らないで言ってるやつはよく知らねえんだなと思って、よく知らねえなこいつって思ってりゃいいわけですけども、まあちゃんと調べるとね、ロベスピエールの独裁じゃないですね。公安委員会の独裁って言わなきゃいけないですね。モンターニュ派独裁っていうのも間違ってるんですね。別にモンターニュ派が独裁したわけじゃないんですね。ということです。で、だから恐怖政治ってのは公安委員会の独裁だったってことです。で、能動的市民、まあ、シュトバイアンアクチフって言われるお金持ちの市民たちはみんな義勇兵で、祖国防衛のためになんか、国境沿いで戦争してたわけですね。プロシアとかオーストリアとかですね。ということですよ。で、国民衛兵、ガルドナショナルっていうのがいるんですね。で、これは、パリコミューン、48セクションに分かれてたんですね、この頃ね。48区に分かれてて、今はね、東京23区とか言いますけど、あんな感じで48区に分かれてて、そのそれぞれに国民衛兵がいたんで、それはコミューンの指揮下にあったと。だから別に公安委員会の軍隊じゃないんですね。あとサンキュロット、サンタントワーヌ街にいる、ニート物語のドファルジュ夫人の家に来ている人、ワイン屋に来てるような集まってる武装民兵っていうのは、この人たち、まあ、革命軍であったんですけども、極左勢力に支配されてたけど、エベール派とか、まあ、ジャックルって言われる、アンラージュっていう過激派とかっていうのは、まあ、その支持政党があって、そこに属してるんですね。モンターニュ派の左派とか、極左の人たちが、サンキュロット、まあ、労働者ですね。バスエ町の労働者を、組織してたもんですから、これも別に公安委員会の暴力装置じゃないと。ということは、公安委員会直属の暴力装置って一つもないんですね。で、暴力装置になり得るものは3つあったんですよ。その結局、セクションですね。セクションのガルドナショナル。セクションとコミューンと、ジャゴバンクラブですね。ってことですね。になります。で、続きです。公安委員会の主な使命は5つあり、第1に地方で絶対的かつ無制限の権限を与えられていた派遣議員の監察。第2に国政を預かる大臣や戦争を指揮する将軍らを統括して公海との橋渡しする連絡調整、内閣の役割。第3に各地から寄せられる陳情と請願の対応とその他の行政措置、大臣の役割。第4に緊急時の防衛上の諸手段を講じることを戦争の運営。第5に外交活動、国家の舵取りであった。ってことです。公安委員会は5つあったんですね。派遣議員の監察ってなったんですね。派遣議員っていうのを送ってたんですね。国民公会から派遣議員っていうのを送って、その人たちに地方自治やらせてたんですね。で、この人たちが、まあ、やりたい放題やってしまったと。で、収拾がつかなくなって、ロベスピエールが、まあ、そのやりたい放題やってる派遣議員たちを、まあ、腐敗してたんですね。まあ、一番有名なのは、まあ、あれですよね、ジョセフ・フーシェですね。フーシェっていうのは、まあ、リオンの派遣議員かなんかだったんですね、確かね。だけど、まあ、むちゃくちゃやってたんですね。
なんか虐殺騒動を起こしたと、いうことです。あとバラスですね。バラスはナポレオンの奥さんになったジョゼフィーヌの最初の愛人だった人ですね。最初の愛人というか愛人だったジョゼフィーヌが、旦那が恐怖政治で殺されちゃって、まあバラスの愛人やって生活してたんですね。まあこいつはじゃあ、派遣議員だったんですけど、まあ腐敗してたと。だからそういう腐敗するから、それを監督するのが公安委員会の役割だと。あとは戦争ですね。戦争の指揮と、陳情の処理と、外交ですね。やってたってことですね。続きです。同様に誤解されることが多いが、反革命容疑者などの逮捕は基本的に管轄外で、議員や大臣、将軍、司令官の任命権は持つが、週刊誌を釈放する権限を持つ機関の一つであるものの、一般市民の裁判には全く関与せず、制裁与奪の権を振るっていたわけではない。公安委員会は恐怖政治の実行機関の一つとなったが、恐怖政治そのものは公安委員会から生まれたものではなく、ましてやロベスピエールが始めたわけでもなかった。あ、そうなんですね。私も知らなかったですけども まあこれウィキペディアに書いてある話なんで、まあロベスピエールは恐怖政治ってロベスピエールみたいなね、もう言われちゃってますけど、ロベスピエールにそこまで権限なかったんですね。まあでもロベスピエールがそういうシステムを作っちゃったんですね。恐怖政治を生むようなね。まあそれはありますけども、まあ結局公安委員会は、公安委員会イコール恐怖政治じゃないと。まあ恐怖政治っていうのは、だから革命の反動が起こるわけですね。亡命貴族とかね、王党派とかが各地でテロを起こすから、それを弾圧するために恐怖政治やってたってことですね。ということです。で、続きです。当初、戦争と内乱に抗するという防衛的な意味合いと、派遣議員の監視統制というのが最大の目的だったが、次第に中央集権化された行政府という革命政治の中心としての役割が強調されるようになると、憲法も選挙も停止され、議員の多数が恐怖政治で死亡して欠員している状態で、合法性を保つための唯一の機関として、委員会独裁は一層強化されていった。しかし、少人数が巨大な権力を持つようになると、ますます観察は行き届かなくなり、組織内部での腐敗が横行した、進行した。また、公安委員会の権限強化によって下部のように貶められてた保安委員会は不満を強め、このことが合わさって政変へとつながり、ついに内部崩壊するに至ったということです。まあか、戦争と内乱、もう戦争と内乱が同時に起こってたわけですね。戦争しながら内乱を起こしてたわけですね。だから日本では戊辰戦争をやりながらね、なんか撮影戦争をやってるとか、そんなような感じですね。外と戦いながら中でもやってるみたいなね、ぐちゃぐちゃの状況だったんですね。で、さらに、各藩は各藩でテロが起こってるみたいな感じだったんですね。まあ、そういう状態、むちゃくちゃな状態ですよ、日本に例えれば。だけど、まあ、その状態の中で中央集権化せざるを得ないんで、公安委員会が憲法も選挙も停止して、さらには、反動的な議員はみんな革命裁判所に送って死刑にするという、引き締めをやったわけですね。だけど、あんまり巨大な権力を持ったら、公安委員会自体も、腐敗していったと。あと、保安委員会っていう、似たような組織があって、そことも対立していたということです。で、クーデターが起こると。クーデターっていうのは、ロベスピエールを排除するってクーデターが起こったということですね。ロベスピエールとサン・ジュストですね。この2人を、排除すると、いうことです。で、続きです。ただ、政変での勝者は腐敗した側を含むものであり、その後に成立する総裁政府は、独裁への反動から極端な分権制度を採用したが、さらに輪をかけて非民主的な体制となった。公共の安全のための独裁とは、人民の利益のための独裁と同義なのであり、皮肉にも公安委員会政府は実に愚民的な政府だったわけで、独裁が民衆によって打倒されたというような解釈は根本的に間違いであるということです。これが複雑な話なんですけども、クーデターを起こしたんですね。フーシェ・バラス・タリアンっていうのがクーデターを起こすんですね。で、ロベスピエール捕まえちゃうんですね。で、捕まえてすぐ裁判、簡易裁判で死刑にするんですけども、
この後できた総裁政府っていうのは、まあ二院制にしたんですね。一院制だと独裁になると。まあびっくりしましたけどね、この前。まあよく言ってますけど、維新の会とかね、希望の党ってね、一院制にするとか言い出すんですよ。で、一院制にして、フランス革命中に一院制にして、公安委員会独裁みたいなのが起こってたってことを、あるんで、その後ですよ、二院制にしたんですね、総裁政府と。まあ、500人会議っていうのと元老院に分けたんですね。そういう歴史上のことを知ってれば、なんだかよくわかんないですけど、自民党の補完勢力みたいな希望の党とか、維新の会っていうのは必ず一院制にするって言い出すと、参議院辞めましょうっていうんですね。で、そうすると、この人たちはなんか独裁をしたいのかなっていう、だから早く決められる政治をやりたいっていうんですね。早く決められる政治なんてやれば独裁になっちゃうんですけどね。二院制にしてダラダラやってた方が、機動力がなくても、まあ、いいんだっていう話でもないですよ。この二院制にしたら、まあ結局ナポレオンが出てきちゃうんですけども、独裁への反動から二院制にしたんですね。フランス革命の時にね。で、極端な分権制を取ったと。総裁政府と元老院と500人会議。立法は500人会議やって、なんか、審議は元老院でやってね、法律の施行はなんか総裁政府がやるみたいな感じになったんですね。でも、そういうことやったんですけども、実は、公共の安全のための国債っていう意味では、公安委員会の方が民主的だったんですね。人民の利益のためになってたと。いうことですよ。実は。で、それが何によって、よく分かったかというと、インフレ退治ができないんですね。これね、総裁政府っていうのはね。なぜかっていうと、クーデターっていうのは腐敗したが勝っちゃったんですね、これね。フーシェとかバラスって腐敗しきってたと。蓄財しまくってて、自分たちの蓄財してるのをロベスピエールに咎められて、このままじゃ殺されると思ったんで、革命裁判所にかけられてですよ。殺されるなら殺される前に殺しちまえってことで、ロベスピエール殺しちゃったんですね。で、そのロベスピエールを殺せって言ったのはタリアンという人なんですけど、このタリアンという人はタリアン夫人という人がいるんですよ。そのタリアン夫人という人が、まあ捕まっちゃってたわけですね、もうすでに。で、もう、あと1週間後ぐらいに死刑になるってとこで、助けてくれと。なんとかしろって言って、獄中の夫人から言われてタリアンが、頑張ったんですね。頑張ってロベスピエール捕まえたんですね。捕まえたっていうか、ロベスピエールを、まあ、クーデターで追い落としたんですね。演説したんですね、国民公会でね。ロベスピエールを追い落とす。誰も勇気がなくてできなかったことをやっちゃったんですね。そしたらもうみんな雪崩を打って、雪崩を打ってっていうか、まあプレーンというロベスピエールっていうか、公安委員会を支持してた人たちも、まあ、自分たちがね、腐敗してるもんですから、ロベスピエールがなんか綱紀粛正みたいなことをやりだしたら、次は自分たちが殺されると思ったんですね。だから先に殺される前に殺しちまえっていうね、仁義なき戦いみたいなことをやって、まあ、ロベスピエール、クーデター、テルミドールのクーデターって起こったってことですね。ということです。でも、ロベスピエール自身は、インフレを抑えることにかけては非常に熱心で、で、ロベスピエールがいなくなってほっとしたと思ったら、すごいインフレになって、ロベスピエールがいた時の方が良かったなってみんな思ったんですね。特にパリの市民は、ロベスピエールがいた時はインフレが収まっててパンも買えたと。総裁政府になってから、クーデター起こってからパンがまた高くなって、またむちゃくちゃだと。さらに白色テロって言ってね、なんか金ピカ青年隊、ジュネス・ドレとかいうね、なんか、半グレ集団が出てきて、まあ、ジャコバン派のことね、街の中で買ったりしてね、ジャコバン狩りが始まっちゃうんですね。ナポレオンもジャコバン派でしたから、その時パリでなんか投獄されてるんですね。で、さらにボロボロの軍服着てて、ロベスピエール、まあ、テルミドールのクーデターの後にね、勝利、なんていうか、革命の女神っていうかなんか、反動の女神になってたタリアン夫人のサロンに行ってですよ。なんか制服くださいって言ってね。なんかもう、臭いから向こうに行ってってくださいみたいな、冷たいあしらいを受けたんだかなんだか知らないですけど。で、
非常に屈辱的な目にあったと。ナポレオンはあれなんですね、あのロベスピエールの弟のオーギュスタン・ロベスピエールと仲良かったんですね。でジャコバン派だったもんだから、まあ危なかったんですね。一緒に反動の時に殺されかかってるんですけども、まあその後なんかねバラスとかに取り入って、出世していくんですね。ということです。まあ、統制経済をやってたのは公安委員会だったんですね。で、結局、反動の時代になって統制経済やめるんですよ。なぜかというと、ブルジョアが蓄財したいから、自由主義経済やりたがるんですね。そうすると、凄まじいインフレになると。いうことです。で、続きです。統制の放棄、自由経済への復帰は市民の生活を貧窮させ、総裁政府のアッシニア改修をめぐる政策では一部のブルジュアジーだけが不正に富を独占させた。馬風部の陰謀はこれらに対する怒りから革命の独裁への回帰を求めたものだったということです。まあ、公安委員会独裁をやめてから、まあ、また凄まじいインフレが襲って市民生活がボロボロになっていくとパンも買えないと。さらにアッシニア債っていうのを出してたんですね。これは教会財産を没収して、それを担保に紙幣の代わりに出してたんですね。財政逼迫してましたから。で、そのアッシニア債をめぐっても、まあ、不正蓄財が行われて、まあ、社会に不満が溜まってくるんですね。そうすると今度は右から王党派が反動として戻ってくると、左からは今度はジャコバン派の残党が過激派すると。で、馬風部の陰謀、馬風部っていう人が、世界初めての共産主義を言い出してですよ。こんなことになってるのは私有財産があるからいけないんだって言い出したんですね。私有財産なくしちまえっていうことを言い出す馬風部っていう人が現れてですね。で、この人捕まって、まあ、死刑になっちゃうんですけども。まあ、そんなことが起こるということです。設立革命の中央機関として、1792年8月10日の革命によって立憲王政が停止したことから、フランスは従来執行権を持っていた国王の存在と内閣制度に代わる中央機関が必要になった。8月15日、このため立法議会は暫定的に議員以外から6人を選任して大臣とし、彼らで構成される臨時行政委員会を設置した。新たに招集された国民公会も同様の決定を行い、数ヶ月間暫定的な行政府として機能した。国王存在が憲法上保持していた執行権は、革命独裁を宣言する国民公会が持つことになった。公会は議会であるため、ことが起こるたびに逐次議論し決定していた緊急時の対応に難しいという欠点があった。1792年、ベルギー征服によって隣接するイギリスとの外交悪化が、関係が悪化して、開戦が不可避になると、その対策として翌年1月1日、総防衛委員会が提起され創設された。これは軍事関係の諸委員会から3名ずつ委員を出して構成されるもので、各大臣と公会の連絡を密にする臨時行政会議を拡大したような組織だった。しかし委員のほとんどはジロンド派で調べられれ、彼らが敵対する山岳派との党派争いや討論に時間を費やすばかりで、具体的な活動ができなかったことから、3月同盟軍の攻勢があると戦争指導に失敗に対して非難が集中した。これを受けて同委員会バレールの提案でより強力な委員会が改編されることになり、3月23日25人に増員され、防衛に必要なあらゆる法律と手段の準備を任務とした。後の公安委員会の原型となるものが誕生する。新しくあった委員会はやはり国防委員会という名称であったが、対立する各派閥が共に集う大連立政権となった。ところがこの大所帯が逆に仇となり、公会の討議であったため議論百出して論争の場と化すばかりで何も決まらず、再び機能不全に陥った。4月2日、デュムーリエ将軍の裏切りが明らかになり、戦争大臣、国防委員と派遣議員も捕虜となって前線が拡大した。同時に国内でもバンデの反乱が激化していたため、無力な国防委員会の批判が頂点に達した。3日委員であったロベスピエールが脱退を示唆するに至り、同じく委員イスナールによって解体
と審議会の設立が同議されて可決された。その後協議ありバレールとコンドルスによって修正された法案が1793年4月6日に再提出して公安委員会として成立したということです。8月10日事件に立憲王政が終わると。これ8月10日事件というのは前に説明しましたけども、その後、立法議会と、国民公会という名前で、また選挙をしなして国民公会になったんですね。で一応内閣にあたるもんが臨時行政委員会、臨時行政会議っていうのでやってたんですけども、この頃はジロンド派がいたんですね。でジロンド派っていうのは ブルジョア穏健共和主義なんですね。で山岳派、モンターニュ派が急進的な共和派ですね。これが対立しちゃうんですね。で対立して、で対立するからジロンド派追放していくんですね、これね。山岳派が、モンターニュ派が、ということが起こります。そんなことで揉めてて何も決まんなくて、その間にベルギーで戦争してたら敵前逃亡されちゃうんですね、デュムーリエ将軍っていうのは。前線で逃亡してっちゃうんですね、自分からね。そんなことになって戦争もおかしくなると。あとバンデの反乱というのが起こって、バンデ地方っていうのはずっと反乱を起こしてるんですね。バルザックのフクロウ島っていう小説にそのことが詳しく書いてあるそうなんですけども、そういうことが起こったと。で、そういうので困って公安委員会ができたということですね。ということです。その後の話はまた気が向いたらお話ししたいと思います。続きはちょっとすごい長いんで、今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。